どうもロコです。それでは続きのキングダムハーツ2の実況をやっていきます。で今回フローバステオンに、異変が起きているということで早速向かっていきましょうというところですね。もしかしてハートレスが増えたかな。レオンたちのところへ行ってみよう。マリン様のうちだね。はい、じゃあまずはね、まあ、言われた通りマリン様のうちに行きます。お、もう少しであのアイスの味が再現できそうなのに。レオンたちの住宅街にいるぞ。周りの家だ。なんか見やりゲーだけど、あれ奥に見たことあるやつが。うん、まだ現時点は何も起きないか。すげえ待ってる。キンハー1に比べるともう衣装がだいぶ変わってますね。クラウド、何してんの。俺は今度こそ決着をつける。俺の中の闇が具現化した存在とな。なんだあ、クラウド自身が闇っぽいよね。確信だとしたらそいつのせいだな。誰。セフィロス、見かけたら教えてくれ。うん、特徴は。長い銀髪、長い剣。わかった。じゃあな、クラウド。気をつけろ。あいつは闇こそが正しいと思わせる力を持っている。何の話。何でもない。ふーん、巻き込みたくないんだ。またはぐれてどっか行っちゃわない。俺は、いや、たとえ遠くに行ってもここに帰ってくる。本当に。あ、ほら困った顔してる。うん、わかった。決着つけてきて。え、どんなに遠くに行ってもあなたの中の光が見つかればきっと帰るべき場所に導いてくれるからね。そうだな。だから私はここで応援してるね、クラウド。ああ。大丈夫かな。大丈夫。クラウドの中の光を信じようよ。そうだね。うん、今のはあれですね、元の FF7 の方のシナリオを知ってるとかなりちょっと感慨深いシーンではあるけども。はい、ではマーリンの家に到着ですね。おお、お前らちょうどよかったぜ。いいニュースがあるからレオのところに行ってみろよ。どんなニュース。アンセムが使っていたコンピューターを見つけました。すごそう。おお、ハートレスやら、13機関やらどんな情報が飛び出すかってなもんだ。闇の世界のこともわかるかな。リクとカイルがそこにいるみたいなんだ。王様もね。まあとにかく行ってみろよ。損はさせませんよ。なんだよそれ。コンピュータルームは城の通用口から行ける。気をつけてな。じゃあまた移動ですね。はい、君再建委員会の人かな。レオンたちはどうしてるの。今は
城の通用口の方だって。チャンス。ん？報告だ。誰に？そりゃリーダーよ。そうそう、マレフィン。気にするな。私たちは平和の使者。嘘っぽい。なんだと？わかった。もういい。ごめんなさい。FF102 のメンバーですね。まさかね、こういった妖精みたいな感じで出てくると思わなかったけどね。さて、もうどんどんね、がっつりもう移動してきましたけども、あ、レオンこっちこっち。エアリスが先回りしてるっていうね。アンセムのコンピューターが見つかったんだって。うん、王様も興味津々。王様？うん、レオンと一緒。王様に会えるぞ。やったね。リクは一緒かな。王様に聞いてみるよ。コンピューターで何かわかるかもしれないし。うん、そうそう、みんなあっちにいるよ。はい、じゃあね、ここがマップね。意外と見落としがちだから注意が必要。うん、結構長いより短いよ。中段端な距離だったな。アンセムだ。それじゃあここがアンセムの部屋だね。若かりしアンセム。王様は？おーい。あなたたち？FF7 勢揃い。人を探してるんだけど、髪の毛がツンツンの男、知らない？もっとよ。部屋を調べさせてね。ツンツンだけだとね、確かに分かんないよね。そうね、エアリスとクラウドは出会ったのに、クラウドとティファーは出会わないっていうね。邪魔しちゃったわね。問題ありません。よく来たな、レオン。隠れたのかな。絶対やべえと思って黙って見てたよね。隠れて。じゃあとりあえず話聞くか。な、王様が一緒なんだろ。おし、すぐ会えるさ。早く。今はこれで我慢してくれ。アンセムのコンピュータールームだ。うん、いろいろあるけど、とりあえず先行こう。もう歩いてる歩いてる。コンピューターデリケートだからな、触ってもいいが無茶はするなよ。これか。カイリはどこだ？リクは？おい、壊す気か？ごめん、ちょっと興奮しちゃった。うわあ。ん？
ごちそうさま。捜査中のユーザーに警告する。これ以上乱暴な捜査を続けるつもりなら敵対者とみなす。誰？私は MCP、 このシステムの管理者だ。どこにいるんだよ。ドナルド。お前たちを敵とみなし逮捕する。逮捕？逃げろ。すごいね、唐突に新しいワールドに行くというね。あんたは？私はサーク司令官だ。ハートレスの司令官？うん、これを見ろ。サーク司令官、わかった。ニヤ。なあ、ここはどういう世界だと思う？ここはコンピュータープログラムの中だよ。プログラムの中？そう。ざっと説明すると、そもそもこれはエンコム社が作った巨大なコンピューターシステムだった。エンコム社のためにいろいろな情報処理をしていたのさ。やがて別のユーザーの手に渡った。新しいユーザーはプログラムを自分用に改造して、ホローバスティオンシステムと名付けた。彼はこのコンピューターで街を管理したり、自分の研究に使っていたんだ。ああ、僕はトロン。セキュリティプログラムさ。今は君たちと同じ囚われの身だけどね。トロンは何を言ってるの？とりあえず挨拶しようよ。大事だね。俺はソラ。僕はジョジョジョ。いや、ドロン、僕はグーフィー。見たところ、君たちはユーザーだね。ユーザー？とにかく急いで脱出した方がいい。 MCP にひどい目に遭わされるぞ。 MCP？ ここを支配しているメインプログラムさ。つまり、ここでじっとしていると MCP に消去されてしまうってこと。消去？どうすればいい？外の世界へはこのターミナルから出ることができる。でもしばらく前からターミナル用エネルギーが遮断されている。キャニオンに設置されているエナジーコアを再起動すれば問題ないはずだけど、一番重要なのはここが牢獄だってこと。扉を開かないと僕たちは何もできない。何でも開く鍵、便利やわ。電源が入っていない。
フリーズさせれば脱出できるんだ。だけど問題なのはデートを取り出す手段がないってことさ。なんだかすごいところに連れてこられちゃったね。キーブレードを開けられると。とりあえずは一回セーブします。よし、じゃあとりあえず調べてみましょうか。これを殴るとこうやって出てくるので、まあこうやってなんかこうやって溜まってきた溜まってきた。でフリーズすごいよね。 MCP 様、なぜトロンを消去しないのですか？データエリアのパスワードがまだわからないのだ。パスワードなど MCP 様のお力をもってすれば。外が騒がしい上に部下が頼りなくてな、なかなか解析に集中できんのだ。行けサーク、システム内の不始末は全てお前の責任だ。わかりました。驚いたな、君は特別な力を持っているようだ。キャニオンへは僕も行くよ。君たちはエナジーコアの再起動なんてできないだろう。助かるよトロン。確か開かないって言ってるのにびっくりするよね。でいきなりトロン仲間になるんですが、この時点でのトロンはめちゃくちゃ弱いので、まあ正直何も期待はしない方がいいですね。で周辺地図、やっぱどことなくちょっとあれかな、やっぱホローバスヨンと雰囲気はなんか雰囲気とか構造は同じ感じなのかな。まあそれはそういうふうに僕が思ってるだけですが。で一旦この中入るとアクセス、これがエナジーコアだ。さあ本物のパーツを探し出せ。なんだっけ、ああはいはい、わお、ちょっと待ってよ、おい、受けてみろ、オッケ任務完了？ああ。実は頼みがある。うん、引き受けた。内容聞かずに？助けてくれたお礼だよ。君たちはやっぱりユーザーだな。コードが全く論理的ではない。さあ、急いでピットセルへ戻ろう。それどこだっけ？僕らが出会った場所だよ。了解。じゃあ戻りましょうということですが、じゃあもうカットしちゃうか、さて、研究室実行する項目を選択してください。これではいと。それで頼みって、僕のユーザーにあって
DTD にアクセスするためのパスワードを聞いてきてほしいんだ。DTD はデータエリアの名前さ。ユーザーがそう呼んでいたんだ。そこにはオリジナルのプログラムや秘密のデータが保存されているんだ。ハートレスや13機関の情報もかな？おそらくね。僕はここで MCP と戦っているうちに少しずつプログラムを吸い取られて本来の能力をなくしてしまった。でも DTD に保存されているオリジナルプログラムがあれば元の僕に戻ることができる。そしてこの世界を MCP が今みたいに改造されてしまう前の、そう、ユーザーのために働く忙しいけど充実した世界に戻したいんだ。ねえトロン、MCP もプログラムなんだよね。誰が改造したのかな？それは僕も知らない。よし、トロンのユーザーに聞いとくよ。で、その人の名前は？なんだ、知ってると思ってたよ。僕のユーザーはこのシステムのユーザーと同じ賢者アンセムさ。アンセム？MCP に気づかれたな。ターミナルとエネルギーは僕が確保しておくから、君たちは早く外へ。うん、でもトロン、アンセムは。僕ら今アッシュか。ドナルド空気読んだ。これでターミナルが使える。急げ。びっくりしてる。やった。お前たちどこにいたんだ。それがこのコンピューターの中に世界があってさ、その中ではプログラムが暮らしていて、つまり、パスワードがわからない限りアンセムの研究データは手に入らない。多分そういうこと。しかしアンセムはソラたちが倒してしまった。僕たちでパスワードを見つけられないかな。それは雲をつかむような話だ。誰をつかむ話？あら、バレた。こんな部屋があったんだ。もう一度調べさせてもらおうね。あの人頑張るよな。負けないぞ。僕たちも頑張ってパスワードを探そうよ。そうだよな、トロントの約束だもんな。ちょっとごめんね。とりあえず携帯殴ったりすると眺める。落書き？あ、トロンって書いてある。ふぅー、メイン、セキュリティドロン、トラック。何かの設計図かな。トラック、タオリス。あ、ディ、ディ、ディどうした？ほら、ここにあるのがきっとデータエリアのことなんだ。 DTD、 ドアトゥーダークネスの頭文字。なるほど。しかし問題はパスワードだ。ドアトゥーダークネスは闇の扉という意味だね。王様！
王様、久しぶり。13機関に気づかれちゃうよ。闇の扉がどうしたの？おう、はい。僕たちはパスワードを探してるんです。パスワード？ああ、合言葉のことだね。闇の扉なら、7人のプリンセスを集めれば開くよね。白雪姫、ジャスミン、ベル。なるほど。何が始まるのかな？パスワードが分かればアンセムの研究データを調べられるんだって。それじゃあアンセムの行方が分かるかもしれないんだね。嫌だな王様、アンセムは俺たちが倒しちゃったじゃないか。君たちにはいろいろと説明しないとね。お願いします王様。じゃあまず最初に。おい、トロンが待ってるんじゃないのか。僕ならまだこの町にいるよ。ハートレスが攻めてきたらレオンたちと一緒に戦うつもりなんだ。うん、俺たちも。じゃあ後で話そう。しっかりするよ。さあ行っておいで。あ、そうだ、ソラ、君のふくら君の服に新たな力を授けよう。お、来た来た。うん、今までいろいろと頑張ってくれたからね。僕からのお礼さ。ありがとう王様。俺たちトロのところに行ってくるからちょっと待っててくれよな。気をつけて行っておいで。いいね、仲間2人の力を変えて、マスターフォームになれると。マスターフォームは結構使った記憶ある。今のアンセムの研究データ手に入れる方が先みたいだね。後でゆっくり話すよ。やっと物語がね、動き始めましたね。これを聞かないことにはね、ちょっと喋れることが少なかったから。じゃあね、ここで、じゃあスペースパラノイド後半戦ということになりますので、今回はこの辺で実況を区切ろうかなと思います。それではまた次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。